リコタイガです。皆さんこんにちは、パーツ3デイズゴーヌのゲーム実況へようこそ。ですね、この前が結構いろんなサプライズが出てきて、ちょっとコマンドの使い方とカタカナの問題が一応あったなんですけど、それで直してから、パーツ3を続きをしたいと思います。よろしくな。はい、どうもいらっしゃい。なるほどね。おー、ゲーロッカとか、なるほど、お店もたくさんあるよね。おー、そっか、結構金かかるっていうか、お金ねえな、お金ねえな。私と一緒だね、今。兄貴よくわかるよ。クレジットがないのか。そう、ないんだもん。うるせえ。ブレーザー、いるか。ブレーザー、もしもーし。腕はどうだ。あ、痛むか。出てた。こっちは捉えてるなのに。大丈夫だって言っただろ。ああ、そうか。おお、かっこいいセリフだね。ネロの検問所に向かってるとこだ。包帯や軟膏なんかを探してみる。ああ、そうか。俺は外に立って様子を見てくる。バカ言うな、うん、腕の火傷はそんなに軽くねえだろ。そう、そう、してろ。すぐに戻るからな。そう、ちっと、ずっと寝て。ああ、寝て。もし、何？あったらでいいんだが、痛み止め。何？痛み止め？探してみるから。ここに痛み止めどこにあるだと思うかい。でおか。リーコ、コープランドだ。ラジオ放送の電波送信が止められてな。そいつを何とかしてくれ。止めたやつは知り合いか。ラジオを止めるなんて恨みがありそうだ。ああ、知らんだろうよ。元俺のキャンプにいた連中だ。盗みや殺人を気にしたことが気に入らなかったらしい。そっか。あるいは俺と同じでお前の陰謀論を聞くのにうんざりしたか。うわ、正しい考え方だね、これ。ここだな、ブーザーの治療に使えるものがあるといいが。ちょっと待って、ゾンビばっかりがあるんだ。マジこか。ではいろんなものを探しに行く。あるんだ。鼻が開いてた。いるなら今の方がいいやろ。あ、見つけた。あ、ナイフか。ナイフいいね。もう逃げることができないね。うわぁ、来ないで、来ないで。なんで死なないの。マジか。ちょっと悪かったな、今は。今全部悪かった。ちょっとまだありそうやな。開かないもん。当たり前開かないね。うわあ。そっか、開かないけど、どうやって入れるかな。よし。お、見つけたぞ。見つけたの？あったあった。はっ、あっち行け、あっち行け。マジか、ダメかよ。マジ？マジ？全部ダメかよ。開かないか。ああ、ちょっと見つけたと思ってたのに。開かない。これじゃなかったということ？ね、外に入れるかよ。入らないで。ああ、そう、目の前だった。目の前だったかよ。つかないか。ガソリン、さっきがガソリン見たはずなんですけど、ちょっと待って。あった。はい、立って立って立って。ガソリンだ。タタタタ。はい、入れておう。はい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 、ガソリンだ。
よし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 。お、足りるか。お、足りるんだ。だ。では今は。パン。よし。そう。ルートが引き寄せられちまう。どういうこと？どういうこと？見つからないということ？ここにしたら。やば。意味があるのこれ。意味あるのこれ。やらないで。よし、ちょうどよかった。砲台があったぞ。うわー、いいねー。うわ、すごい。え、これ何？ニエロ。ニエロ、イタリアは黒っていう意味だけど。うん。なるほど。ああ、ひょっとして注入器か何かが。どっちがいい？使えるか。どっちがいい？強化モード、スタミニン。ああ、体力にするか。アップグレードになる！アップグレードになるんだ！すごい！アップグレードだ！スピーカー、そうだね、そうだ。そうね、今一瞬に忘れたんだけど、スピーカーが。ちょっと待って、スピーカーめっちゃあるという意味だよね、これ。あどこにあるのか全然わかんないけど、ちょっと。上にあるっていうことですよね。どうやって上に行くの？そっちか。ここかよ。よし、黙れってんだ。黙れ、マジでうるさい。あ、はいはい、もうラジオと一緒に。ブーザー、聞こえるか。ブーザー、おい、応答しろ。え、応答しないな、クソったれ。やば、何かあったんだ。ちょっと何かあったんだ。え、めっちゃ心配だ。どうしたの？え、また何か嫌だな。かわいそう。でも殺したらめっちゃいい意味でになるよねっていうことだよ。おい、なんでしないの？全然この武器じゃないじゃん。ということだよね。よいしょ。ワンちゃん嫌だ。ワンちゃん悪い子だ。ワンちゃん悪い子だ。あ、ワンちゃんやめてよ。ワンちゃん殺したな。ワンちゃん殺したくないけど、あ、でもお金になるということだよね。お、ごめんねワンちゃん。う、どっかのキャンプで売ろう。そっか、そういうことか。そうね、お金が必要から、お金が必要ときに何でもするよね。あー、なんでよ。いしょ。しゃー。おい、武器はやばいよ。武器はめっちゃやばい。長えな、ここ。なんだよ、誰。あ、ごめんね、あなたは無視したったね、さっきは。ごめんな。あ、うん、あ、お前愛してねえな。では、上映ありき。よう、ブーザー、ほら包帯を見つけてきたぞ。ブーザー、ブーザー寝てるだけだよね。ブーザー、お、え、やば、え、死んだっていうこと？え、おい、ちょっと待って。くっそー、お前ただ寝てんじゃん。ただ寝てた。こんなに心配したのに初めてだった。そう、死んだと思ったよ、マジで。うるせえな、お前、ちゃんと起きてくれよ。ありがとう。
けたいつけてよ今度。心配するわ。はい。枝守るためちょっと待って、それが聞いた、今聞いたよね、今聞いた、そうだね、私も聞いた、あんただったね。やっぱりナイフだと結構時間かかるね。ジュル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 。あら、いたか。よいしょ、めっちゃ金持ちになってるよ。ん？ちょっと待って、どうやって上に行くか。雨だとね、やっぱり聞こえづらいだね、音が。何がある？もう一つ、奴ら逃げるときにライフルとショットガンをいくつか盗んでいったような用心者。え？今さら？もうちょっと早く言ってくれよ。じゃなー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 。さあ、わあ、私と主人公はよく合うね、やっぱり考えたまだ一緒か。もうすぐ、もうすぐだね。これからやばいやばいたち、やばいやつら、ちょっと戦うことになるんだけど、結構ズズじゃないだからズズじゃないだから、ぜひパーツ4もちょっと見てほしいなと思います。この動画が好きだったら、コメントしていいねボタンして、チャンネル登録をしてくださいよろしく、バイバイ。